Hey YouTube, and you're watching Abby's channel. みなさん、こんにちは。やなさびです。そして今回、ついにケンファーが完成しました。それがこんな感じなんですけど、まあ今からね、ちょっとどういうことをやってきたのかを細かく説明していきたいと思います。ではまず最初にこちらの、これ腕のパーツなんですけど、まあ、ここが鏡面塗装をやったんで、他のここのパーツはバランスを見て艶消しで塗装してみました。で、ここの関節なんですけど、ここは金属のディテールアップパーツを貼ってかっこよく仕上げてみました。で、これを肩のパーツにはめていきます。こんな感じなんですけど、肩のパーツはまあ艶ありで塗装してみました。まあ、こっちの方がいいかなと、バランスもいいんじゃないですか。で、ここのボルトの部分は、まあ、細筆を使って塗りました。で、このパーツをこれよいしょ、腕の下の部分にくっつけると、はい、こんな感じです。で、今回はね、あんまりこの墨入れしなくても結構はっきりしてるんで、あんましてないんですけど、ここのボコボコの部分、穴開いてるところ表現したかったんで、ここは墨入れしてみました。腕を手をよいしょはめて、肩をはめます。はい、これで腕完成です。ちゃんとね、ここにジオンのマークも貼りました。はい、で次足なんですけど、ここの部分、私もマスキングゾールをね塗って色分けしたんですけど、結構これがね、あの際どいところでしたね。で、ここに足をはめます。はい、足はこんな感じです。裏はね、こんな感じにしました。で、この足の裏もね、実は立体型だったんで塗り分けをしました。ここもマスキングゾールで、足にこちらのアーマーをつけていきます。これね、ここにデカール貼ってそれっぽくしてみました。で、ちょっとね、ここの注意書きだと思うんですけど、読んでみますね。エンジンを止めた後はかなり熱くなってるんで、しばらく冷ましてから触れましょうとのことです。じゃあ、つけましょう。はい、足できました。こんな感じです。で、足をこの腰のパーツにつけていくんですけど、ここの関節の部分、シルバーに塗ってみたんですよ。これでね、もっと機械らしさというか機械っぽさが出たんじゃないかなって思います。で、これをつなげます。硬いな。はい、はい、こんな感じです。はい、で続いてはね、こちら、はい、胴体の部分です。でね、これもさっきと同じ、まあ、腰の部分と同じように関節はシルバーに塗りました。どうですか、この機械感いいでしょう。そしてね、正面から見るとハイケンファーです。もうなんだろう、このね、車のボディ感、もう艶やか、もう素敵でしょう。で、こちらのバックパックをつけていきます。これもここの穴のところを表現したかったんで、ここは墨入れしときました。はい、こんな感じです。これね、実はここから見るとめっちゃかっこいいんですよ。どうですか、このバーニア、いいでしょう。はい、というわけでケンファー完成です。はい、どうでしょうか。ケンファーだよ。これケンファーだよ。なんていうの、この佇まいっていうか、このフォルム、ボディのフォルム、これはね、これだったらね、アレックスには負けない。だって強いもん、どう見ても強いもん。これ
超かっこいいじゃん。はい、じゃあ後ろもね見てもらいましょう。ドン、どうでしょうか。やっぱね本当に時間はかかりました、まあ、バーニアも多いし、初めての鏡面塗装ですごい磨く時間が、とにかくねほとんど磨く時間が多かったんで、やっぱこうやってちゃんと時間をかけて丁寧にやるといいものってできるんだよね。ただねこんだけバーニアがあったらあの場から逃げれたと思う。はい、というわけでケンファーはこんな感じです。今回ねこれで鏡面塗装も覚えたんで、まあ、かれこれ2年ぐらいも買って満足しちゃったアイアンマンを、まあ、かっこよく塗装できるんじゃないでしょうかね。でやっぱねケンファーかっこいいんで、またいつかこう色違いでまた作りたいなって思います。それでは皆さん、今回も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。 See you next週。Bye. です。広瀬すず熱愛発覚。いやいや、それ陰講だから。そっちはいいの。あ、俳優だからか。俳優は大丈夫だもんね。登録してね。